大変お待たせいたしました。引き続き第3期往来戦ベスト8 B 卓の模様をお届けしてまいります。司会実況の大和です。解説には大谷ユインプロにお越しいただいております。大谷さん、よろしくお願いします。お願いします。対局会場の方、準備は整っているようです。それでは参りましょう。第3期往来戦ベスト8 B 卓東杯の開始です。さあ、藤島健次郎の合図により3回戦が開始されました。まずは並びから見ていきたいと思います。ちーちゃから花宮、なんちゃに木下、しゃーちゃに和樹、れいちゃに桜木の並び、トン1曲ドラはローピンです。さあ、大谷さん、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、1回戦とは真逆の着順、ほぼ真逆の着順で終えた、2回戦なんですけれども、非常にトータルポイントは平たくなっておりますが、はい、そういった場面でこのトーナメント3回戦の、まあ、どういうふうな試合の組み立て方とか一言アドバイスなどあれば。そうですね、まずはそのポイント状況的に抜け出してるとか、はい、上にも下にもいないので、はい、まあ、割とフラットに打てるのかな。なるほど。ただ和樹さんはちょっと3、4着逆連帯はもう受け入れがたいかな、ね、受け入れがたい。逆に平たいからこそちょっと和樹はここはなんとか連帯しておきたいと。そうですね、最後、まあ、せめてトップ条件みたいな感じにしとかないと大変な感じになってしまうので、ちょっと無理しなきゃいけないと、なるほど。さあ、そこら辺もぜひ注目して見ていきたいと思います。さあ、こちらなんちゃの木下の手配です。ローマン打ちから、さあ、和樹はドラのローピンを引き入れた。さあ、チートのイーシャンテンからの3層引きでどうしましょうか。メンツての方がいいですか。あ、でもチーピンによって保留があるか、保留ですね。ドラを引いた時はもう一回チートイツみたいな、はい。さあ、これは桜木がイーシャンテンで一番早そうですかね。他、あ、これはグッと手が引き締まる。できれば二度受けの、いや、払わずダイレクトの三層引きも喜んでといったところでしょうか。こちらは親番の花宮です。花宮はオーラスで2着に浮上になる上がり決めてきました。木下博安子は嬉しい。どうするんですか、ね、どうするか。南発ともに役杯、ここはパワー切り、トイトイか本一かっていう感じでしょうか。なるほど。さあ、数万は残しています。つもぎるか、つもぎっていく。さあ、ペイです。ペイは自家製のペイ。ここはつもぎり。さあ、パワーピンで花見は手が進んでいきます。イーシャンテン。ここは3万打ちとします。数層残して、後継の変化も見ている位置だとなるでしょう。さあ、これで二度受けを嫌って、カウマのターズを作った。さあ、今日の4社の麻雀、非常にスピーディーに進んでおりますが、この3回戦はどうでしょうか。今つもぎり。さあ、徐々に加速していくような感じですね。気持ちが入ってきた時の方がなんかこう早くなりがちですね。ああ、なるほど。さあ、ここは完了、まあ、即リーチに行く親の花宮。さあ、ここも攻めの手は緩めない。自身のジャンプも攻撃型だと。はい、はい、いい判断ですよね、リーチに行けて。そうですね、3万がちょっと早くて、はいはいはい、マンズの下目もちょっと悪そうじゃないっていう印象を受けますもんね、はいはいはい。さあ、このリーチを受けて桜木の判断はどうだ。シャーは2枚、1枚切れ、イーソかシャーになりそうですけどね、はい。まあ、超強気ならウーピンローピンですけど、あんまりイメージないですね、はい。おー、超強気、超強気ですね。はい、数万個、ここは一転して、さあ、トンはポンしない。あれ、トンポン、まあ、ドラ出ちゃいますもんね。そうですね、トンポンするとウーピンっていうのはリーチにはまあ通ってはいない範囲だったんです。通ってないですね。ああ、なるほど。お、両万でやめた、やめた、両万でやめたのはピンポイントですね。ピンポイントですね、はい。さあ、ここら辺もちょっと桜木がちょっと難しかったですね、はい、今の。ああ、まあ、ね、当たりの牌を掴んでるから同性だけど、はい、なんか嫌ですよね。なんか嫌ですね。お、さあ、木下逆に勝負したくなってくる。こっちも初、今日のよく来る初です。さあ、ただ初は1切れまだある。木
木下が大物手で追いかけるか、カンリャンマンは手の中に1、2、場に1なので残り1枚。さあ木下攻められるか、白切り、ここはやや受け気味の進行。カズキ、リャンマンは論敗、ただ天敗取らずでしたね。リャンスを切れば天敗ですけど、はい、切らなかったですね。いや親のリーチでどんどん統一ができてくる。桜木、スーピンは打てるんじゃないかと。スーピンは通ってますね。通ってますね。チリ統一のいいシャンテンで粘っています。桜木、おっ、まあ、抜いちゃったんですよね。ただまだいいシャンテン。ここはスーピングのアンコ落としになりそう。さあウーマンが通るとどうだ。どうでしょうね。桜木はまだスーピンがある。ヤンマン危ないかもしれない。カズキとか、はい、カズキはとりあえず現物を抜いてなくなった時にどうかというところですが、うん、さあどうなる。9万がアンコになる。なんかみんなすごいアンコアンコみたいな感じでしたね。アンコアンコ統一統一みたいな、うん、本当にそうですね。かなり統一がなりやすい今日の夏目坂です。はい、天敗、天敗ですね。はい、どうしましょうか。9万がワンチャンス、はい、だけどパーマンが宣言牌、はい、3ピンは1,2ワンチャンス、あ、ダブルワンチャンス。3ピン打っても切っても天敗じゃないですよね。そうですよね。3ピン待ち、はい、これ3ピンいいんじゃないですか。3ピン2枚います。1枚か、1枚場面は良さそう。さあ2万は山に残っておりません。3ピンは1枚、木下3ピンが1枚。さあ7と変えるか、ただ7は切っていく。カズキのリャンマンも大丈夫そう。さあこうなると3ピンが大丈夫。ウーピンは通してますよね。桜木がリーチ一発目にウーピンバシンと言ったんで、あ、これはちょっと抜けちゃったか、抜けたかもしれないです。あまりにも強すぎる僕らもびっくりしたウーピンでしたからね。さあここはテンパイ取れず、さあ花宮の連チャンになります。さあ花宮の連チャン、トーン一曲一本場。まず花宮のこのカンリャンマンの先制リーチはどう見ましたか。良かったですね。後半なんですか。はい、はいはい、花宮さんはすごいらしく、しかもいいバランスで麻雀打ってると思いますね。さあドラはチーソーです。今回もドラが1枚使えそうな形。第1打はペイから。そして木下です。カズキ、さあ南、シャ、統一、どちらもおたかぜ。統一が4組なんですが、第1打はイーソーから。うん、チー統一高さですかね、はい、そうですね。7、8、9の3色、ここは数万切り。木下です。木下は、まあ、ピンズの一通とかも睨みつつの進行になるでしょうか。カズキがまとまっています。単野、ね、方向一直線、うん、今日はカズキさんちょっとね、なかなかこう、うん、手がいける局面がないというか。そうですね、月が厳しいのでなんか決めたいですね。そうですよね、そうそう、なんか決め、そうですね、来るんですけどね、それっぽいのは、それっぽいのは来るんですけど、ちょっとね、最後のフィニッシュが本一で1回6球ピンキャッチした、はい、うんうん、リンシャン解放でね、はい、あれは嬉しかったんですけど、その後がちょっとまだ続いてない今日、どうなるか。桜木はゴツゴツとした手、木下、うん、パーピンは嬉しい。これで1通丸見え、目いっぱいに広げるか。目いっぱいにしたいですかね。はい、残った牌が8のソーズとマンズですが、うん、ここは広げていく、はい、どっちが勝つかまだ分かんないですよね、はい、ドラはチーソーなんでね、ベストはドラのチーソー武器などか、はい、マンズの方が安いですからね。そうですね、待ちになるんだったらマンズの方が強いかもしれない。はい、お、わあ、このローピンは嬉しい。そうそう、ね、チーソー引きを見てパスを残したと。はい、さあ花見はもう親番。さ
さあどうだ、うん、まあ万全の景色は悪くないとはいえ、ああつもぎっていく、切ってきましたか。まあ何切ってもいいとは思ったんですけど、はいはい、ちょっと守備重視の打ち方になってますかね。そうですかね。あ、来た、コンテパーマンですか。パーマンでしょう。はい、さあこうなるとゆくゆく将来木下のパーソー大丈夫か。もちろんくっつけば使えるが、そうですね、リーチが入るとあんまり出なそうですけど、はい、あ、これでもなんか筋になっちゃってとか、ね、はい、出てちゃうかもしれないか。これ今5をつもぎったんですけど、はい、まあ、ちょっと細かい話なんですけど、はい、どうせカンパーソーにするじゃないですか、はい、2回手から5を切った方がいいんですか。まあ、これはもうこうなるんですけど、あの3のを切るってことですか。そうです。いやだって一応 6の切るなくなっちゃうんで、まあ5を切った方がいいと思いますよ、はい、あの5を手出し、あの、あーなるほど、2回手から出すか、そう、つもぎり手出しか手出し手出しにするか。多分それ同じじゃないですか。あ、同じですか。あの多分失礼しました。その場でも、あ、ちょっと違うか。いや、まあすいません、僕のあの質問だったので後でこっそり教えてください、はい失礼しました。リーチ入ったんで、はい、そうですね、すいませんでした。いい、はい、6球満で、はい、6球満です。3色は崩れましたが花宮の、はい、これリャンウッパーピン和樹来ましたね。うん、ちょっと恐る恐るす、はい、なんかひょこって捨てましたね。さあリャンウッパーピン対6球満になります、まあ、やっぱあんこ持ちのね、まあね、怖いですよ ね、 はい、運送が切れてて椅子そうありますもんね。ありますね。あとリーチの現物っていうのもあったのでしょうかね。闇天にするなどの選択などもゼロではなかったかと思いますが、和樹の選択はリーチ、リャンウーパーピン対6球満。いいですね。9万が3枚、9万が、ここは花宮の上がり、リーチピンフドラドラ12,300になります。さあ花宮がここは加点していきます。現在トータルポイントでは2番手ですが、開局から3回戦飛ばしています。非常に一貫性というか、うんうん、攻めの姿勢がいい方向に出てるんじゃないですか。です、ね、花宮、はいはい、手組みとかもすごいしっかりしてますしね。そうですね、はい、やはり打ってるだけあります。日々じゃあそれね、打ってるって言ってましたからね。はい、ガンガン打ってると。お、ドラドラ。ドラドラ。うわ、しかもなんか、うわ、うわ、いいぞ。なんだこれ。いいぞ、いいぞ。これは大谷さん好きそうな。いや、好きですね。でも悩んじゃいますね、こんないいと。トイトイ大好き大谷さんですからね。なんかラーメン大好き小池さんみたいな。トイトイ大好きじゃないかな。本一かな。でもこれはトイトイも視野には入ってますよね。まあ入りますけど、ちょっと悩んじゃいますね、うん、悩んじゃいますね。シャーペイからなって、シャーペイがおたかぜですからね。そうなんですね。さあどうなる。シャー1枚目スルー、あー来た、自力だ。これでも巻きにくいな、逆に。スーピン入れ、いやこれはすごいぞ。リーチしたいですね。はい、もう一刻も早くローソーを入れてリーチしたいです ね、 ね、切れる前にしたいですよね。さあどうなる。でもシャーペイも全部やまない。そうなんですよ、自分で来る場合もゼロじゃない。カンパーソーどうしましょうね。ねえ、どうします。親なんでリーチでいいとは思うんですけど、はいはいはい、花宮がどういう選択をするかっていうのを見たいですね、はい、さらに加点していくっていう意味でも、はい、まあやっぱり打点十分なんで、街はちょっと悪くても、はいはいはい、手代わりも薄いですし、はい、まあ、リーチの方が普通かなと思います。いいかなと、はい、桜木もいいシャンテンです。本店がかけられます。さあただ欲しいローソーが手の中に3枚あるので残り1枚とやや苦しくはなっている。いや本当シャーペイが切れた時どういう判断をするのか。親の花宮一通が見える木下、ドラはウーソーです。ここはパーソー切り、うん、まあ一通になればドラ切ってリーチですね、うん、なるほど。さあ、トーン一曲2本番。うわぁ、4枚目のローソーを引き入れて、これは、最強リーチか。最強リーチだ。最
最強リーチが飛んできた。もちろん三山シャーペ。いやしかもこれ止まるかな。止まんない。これはちょっと掴んだ人はお気の毒。もちろん積もるもあるよ。チートゥーツみたいに見える。見えますね。だから止まるかもしれない。止まるかもしれない。でも積もるもありますよね、うん、あちょっと行きたい。いや完全撤退だ。硬いな。ちょっと負けてるから行きたくなりますよね。そうですね。ここはまだ3回戦トン一局焦る場面ではないと、うん、いったところでしょうか。さあ木下、さあまだまだ3枚、まだ3枚持ってきた人はつらい。さあこれは小林さんも一瞬手なんですよね。そうですね。ただローピンを打つ現物、まあ、まだ一応一瞬手をキープと。はい、キープです。なるほど。チートイツっぽい切り出しには確かに見えますね。そうですね。だからちょっと自敗は嫌かなと、なんか、そうですね、思うんですけど、まあ白が4枚目なんですけど、はいはい、まあ一巡前に切られた白だから、そうですね。まあただも地獄待ちで持ってた可能性もあるし、やっぱチートイツケアしますよね。ケアしますか。まあそれを信じて数杯を勝負していってさばくっていうのもね、ちょっと難しいですか。やっぱり酷な話ですか。いや難しいですよ、ね、やっぱそう思ったとしても絶対そうじゃないんで。そうですよ、ね、こういう風に早いパターンで普通に数杯待ちのパターンもあるんで、はい、すげえ手が整っててただこういう風になってるパターン、はい、よく見かけます、はいはい、なんで過信はすると危ない目に遭うんで、はい、木下さん手がすごいちょっといいですね。イーソーあたりプッシュしますか。6万が通りそうかな。6万、なるほど、はい。イーソーはね、なんか情報が全くないというか、はいはいはい、情報をもとに6万切り。そうですね、はい。まあ、桜木は初を前順切っていますが、この初は一旦ちょっと温存ですね。シャーペーどこ行った。あまり深くなると出てこないぞ。ローピンが取った。さあローピンが取った。どうなる。さあシャーペーどこ行った。ちゃんと卓には入っているはず。シャーペー、あれいないですね。はい、誰にも吸収されてない。うん、6万。うん、どこ行った。あんな4枚目のローソーを入れてきたんですから、シャーペーだって絶対に生きているはずと信じたい。さあ、どうなる。シャーペー、あんまり深くなるとちょっと選ばれづらくなりますよね。もうちょっと出ないと思いますね。あの、はい、形も崩してますもんね。全体的に崩してますからね。木下ぐらいですか。そうですね。いや、いないぞ。いないな。木下はいいシャンテンで頑張っています。うん、あでもいないからこそそろそろ濃度が高くなってきて。そうですね、もう濃度がやばいです ね。 そうですね。今何パーぐらいですか。そろそろ何パー、はい、積もる可能性ですか。いや、そうですね。あテンパった。あーこれいくかも。6球そうにするのか。嘘、嘘ドアだから ローだってパースを切ってるんですよ自分で。本当だ本当だ。いやでも嘘は切れないんじゃないですか。だってチートイズだったらドア短期もあるし。じゃあどうします。行かないかな。じゃあ6球そう行かないかな、うん、じゃあってなんかね、うん、いやいやだって いい感じのなんかそういいテンションでした。ありがとうございます行かないかな行かないかな。パースを切ってなかったらね、うんうんうん、ロス勝負あるけど。そうですね。リアンソーここは切りましたね。やっぱりイーソー3層重なったらスチーソーで戦う価値はありそうだ。うん、って思ってたと思いますね。なるほど。まあ、もしくは通る可能性もありましたね。はい、ね、あペーでした。はい、はい、いました。リーズも、あ、うらうら、リーズもドライオンですよ。私 70% ぐらい積もると思ってました。本当ですか、はい、今積もったから言ったんじゃなくてですか。いや、ちょっと言おうと思ってタイミング逃しました、ね、なるほど、はい、これはほら来ましたよ本当にでもはい、さあうらうらですよ。花宮無双、さあ3回戦にまさに花を咲かせてますよ花宮。今日は桜満開でしたね。ね、うん、桜満開でした。本当ね、暖かい季節になってきました。まさしく花宮美咲。うわ、なんでまたすごいぞ。すごいよ。満開か、もうハイパイから満開か。ダブトンアンコ、そういえば1回戦でも天砲チャンスみたいなハイパイありましたもんね。さあ、もうシャーからでしょう。
いやー、突き抜けたぞ花宮、6万4900点まで持ち点を伸ばしています。ちょっともう花宮さんいいですかと言わんばかりの桜木。さあこちらも桜を咲かせたい。抱一じゃなかったんですね。抱一じゃなかった、これ親落としやっぱり言う、うん、言う大事に。そういうことですね。なるほど。ただね、あの花宮さんこれ抜けちゃう形になりそうなので。そうですね、まあ、そこと戦うかどうかは、はい、要検討って感じですね。要検討でね、はいはい、戦う相手は木下さんと和樹さんになりそうかなと。桜木さん、はい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 、かなり透明の仕掛け、これは桜木にとっても珍しい。うわ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 、大丈夫、すごい手になるんじゃないですか。そうですね、こういう仕掛けしたらでもチュンも泣いちゃうとちょっと危ないんですよね。ちょっと危ないですよね。あの打点があれば打点を理由にちょっと押しやすいんですけど、はい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 、打点もないので、はい、なんかチュン泣いてブクブクは危険だから、チュン打たれても泣かない方がいいかなってバランスは思います。確かにこれですね。おー、さあ和樹もいいシャンテン、ウーピンをチーしていく、やはり安全牌は確保しつつ手は進めていくよという進行の桜木です、うん、はい、なんか言った通りに打ってくれてちょっと嬉しいです、ね、はい、ここは意思が伝わっています、解説席から。さあどうだ、まだこの形、桜木2フロー。いやーちょっとね、来ますよ、おやり1が、おやり来ちゃうんで、カウントダウン入ってますよ。危ないですねこれ。危ない、チーマ浮いてますしね。浮いてる。さあ和樹もリーチ受けたらドラは勝負しづらそう、うん、まあ苦しい形だ。さあ花宮ダブトンあんこの、和樹さんもドラとか重なってほしいですよねこれ。はい、あ、これで 1,2,3 出来合いは超絶嬉しい。嬉しい、はい、なんかリャンピン切ってリーチ嬉しくないですよね。嬉しくない、うん、なんか一気に3半得した気分。確かにドラと3色。確かに、さあドラが来ちゃうと木下どうする、統一手に変更か、ここは路線変更。いやテンパらないですね。テンパらない、こちらもテンパるか。テンパらない、テンパらない。さあ大物手ぶつかり合う予感。追いついちゃうかも、追いついちゃうかも。どうだ、テンパりたい、テンパった、サブローマン3色出来合いリーチ。嬉しい、上がりたい、上がりたい。さあ和樹は今日はね上がりたいっていうリーチね、何本か打ってるんですけれど、だってね、おやりに負けちゃうし ね数少ないチャンス、これは上がりたいっす。さあただ親の花宮はぶつけていくんじゃないですか。ちょっと皮気持ち悪いですね。そうですね、なんか普通の手とは思えない、はい、普通の手なんですけど、普通の手なんです。このパターンもあるから統一手っていう風にやっぱ限定できないっていうことですよ ね、はい、さあサブローマン待ち、3万が手の中に2枚、ローマンが2枚、場には切れておりませんので場に1枚ですね、残り3山ですよ。3枚あればそう大丈夫ですね。さっき3枚で花宮は積もりました。さあまだ誰の手にも行ってない3山、順目が進むほど濃度は高くなっていきます。さあどうだ、ローマンツモだ、これは大きな上がり、きた、ユミブーム、はい、ユミメンピンツモ3色ドライチ36000は3300、6300、いやーよかったですね、ワンツー補充でどうなることかと思いましたけど、はい、またこれで並べたと、はい、復帰です。さあ和樹も一発上がりたいってやっと決めてきましたね。はい、曲が進みます。トン2曲、親番は木下です。木下街道の思いを乗せて本日も戦っています。ドラは3万、ハイパイはこちら、ちょっとつらい、ちょっとつらい、ちょんちょんでトンとか、あ、言ったら来ますよ、はい、そりゃ信じれば願いは叶う夢を諦めないで第1打ペーから、トンがね、統一なだけでもちょっとね、気持ちは歌歌ってるみたいですね、やりたいですよね、はい、はい、まあ、トン統一は嬉しいですよね。嬉しいです、うん、親でトン統一でね、それまでもうやべえこのハイパイと思ってたけど、そうですね、ちょっと夢が出てきますね。そうです。さあ木下、ただツモは効いてるぞ。統一ありますか。ありますね。こういう今の状況でいくと木下はここはどうですか、今まで通り手役を追って高打点を目指していく。うーん、まあ親番なんで木下さんは割とその、は
対応して、うん、まあ、もちろん本一見えたら本一見えると思うんですけど、うん、こういうのはこれ対応して、うん、バランスよくバランスよくってことだと思いますね、うん、やっぱりでも先手取りたいですね。うんね、あの手あのハイパーから先手取れたら強いですね。強いですね、うん、さあ他小型3人はどうでしょうか。花宮とかもね、やはり先ほどが良すぎたのかちょっと見劣りする。なんかこれだったらもうなんか木下さんがなんなら一番良くなったまで良くなったまでありますよね。やっぱりちょんちょんのトーンが良かったですね。そうですね。はい、さあどうでしょう。桜木3番ドラドラですね。桜木も勝負手になりそうだ。ぶつかるのか、桜木対木下か。さあどうだ。おいいぞ、和樹もまとまってきた。うん、自敗。さあ花宮、そろそろ、あーいいですね、いいシャンテン。おー、一番乗りになりそうですね。一番乗りはいいシャンテン、両面両面。花宮がトーンを1枚持っている。このトーンは出たら仕掛けるのか。ただ離さなそうな手配になってます ね、花宮さん。そうなんですよ、花宮からのトーンは相当時間がかかりそうですが、ーターチャからのトーンはどうか。伸びてきたらもしかしたらあるかもしれないですね。ただこれくらいだとまだね、両走とかになりそうですね。おいいんじゃないですか。ウーピン切り天杯6球走。さあ和樹、ここは2曲連続リーチに踏み切りました。待ちは6球走、打点こそないですが先手を取ることに成功。6球走待ち、うん、木下ここはファイトか。スーピン現物、さあなんでかリーチが入った途端すごく速くなる。大変です。6球走は手の中に2枚ありますね。場に1枚で残り5枚の山に残っています。さあ花宮は持ち点自体はいっぱいありますので無理しないか。ちょっとね、形的には無理はできないですね。はい、さあ何も現物。さあ桜木、おかげさまドラドラなんですけど形がちょっと悪すぎますね。ちょっと悪い、まあ、木下さんがいけるかどうかって感じでしょうか。そうですね、ローマン現物、今のところ現物。さあ1枚流れた。さあこの後どうなるか。2万切り、桜木さんは一応チートイツで粘れればいうところですね。そうですね、パーピンいけるか。パーピンちょっと行きやすいですか。チーピンワンチャンス、なるほど、行きますか。チーピンも早い、ここは声が届いているかのように押していく親番の木下。イーマン、これは2万を自身で切っている。イーマンは筋ですね。場に1枚切れのイーマン、数万が現物なんですよね、はい、完全撤退かチートイの目も、まあ、一応残しつつというところですか。ちょっとなんだろう、メンツ手ではもう遅いので。遅いですね、はい、来た、来てないか。まだいいシャンテンです、まあ、いいシャンテンはいいシャンテンで、リアンソーは通ってますね。そうですね、将来ちょっと6球走危ない。まあもうこの形で戦うしかないと思うので、はい、6球走出ないと思うんですよね。おー、なるほど。トンポンしたりとかしウーソーとか、はいはいはい、まあ普通にサブロソー入ってもね、スーソギリリーチみたいな。そうですね、さあ最終形をイメージしているのか、トン出たら泣くかなとかいろいろな思考が巡っていると思いますが、木下ここはゆっくりと時間をかけます。まずは一旦リアンソー現物を切っていく。スーソーが切りたくないからどうしようかなっていう思考だったかな。そうですね、はい、ああいろいろ、ああドラさんになった。いやもうダメですね、これはダメですね、はい、形がちょっと辛いですね。ここは筋のイーマン、さあ数万は現物、3万筋です、ドラです。しかし嘘を切る、これはなんか構え方と切り方でトン泣けたらドラ勝負するよっていう感じにも、まあ、すると思いますね、はいはいはい、ドラちょっと切りやすいですよね、なんか皮的には。はいはいはい、はい、テンパ入っても勝負するかなと、うんうんうん、他の形で。さあど、トン、木下の欲しいトンはまだ山にいます。あローソンも取られた。あれ一応スワンコインシャンテン、はい、スワンコインシャンテン。でも三層はちょっと厳しいけど切る範囲ないのか。チューンも1枚切れ、
1枚切りぐらいちょっとプッシュポンポン、背底ずらしですか、ね、背底ずらし、なるほど、しっかりしてる、しっかりしてる、仕事きっちりってやつですねあーこれパーソンになっちゃうかな、ねえ、いやでも E1 は通ってて3は勝負するんだったら、あーこれ点数と合わない、こうするとちょっと将来急走、まあ打点こそないですがね、でももう準備深いから、そうですね、厳しいっちゃ厳しいですね。さあウーピンは、ウーピンは通ってないですよね、うん、もう G1 とかじゃないですか、筋の G1 か、うん、花宮はこれは背底ずらしのポンっぽいですか、そうだと思いますよ、形すごい悪いですもんね、なるほど、この形から天杯目指さないですよね、はい、まあ、スピン抜いてますね、桜木が今迷ってたのは、あ、これは復活の道あるか、いやもうツモボン、あ、一応ポンして天杯があるか、そんな、ね、無理しなかったですね、いや6球層山には残っていましたが積もれ、うわスワンコテンパってた、一応そうですね、はい、老朽層待ち、ただ和樹にとっては親を落とせて、うん、上がりと、まあ、ドラ次第ですが収入もさほど変わらない収入で良かったですね。さあトン3局に移ります。親番はその和樹、一本場で強卓が1000点あります。ドラは2層。さあここまでは花宮が一歩抜け出した形になりますが、トン3局どうなっていくか、ハイパイは上々じゃないでしょうか、第1打 E1 から。さあそして桜木です。桜木は一面ツ両面もあります、ドラもあるのでここはペイから。さあ花宮チートイっぽいですね、トイトイか仕掛けもあるのか、さあどうでしょうか、桜木ここはキューピン切り、どうでしょう、手配的に面白そうな人とかいますか、大谷さん、うーん、まあ木下さんがいいんじゃないですか、面白いかどうか置いといて、はいはい、普通の、はい、なんか単葉系でまとまってて、ね、はい、迷ってますね、ここはパワーワン切り、うーん、そうですね、なんか統一暗号を生かしたい気持ちもあったんですけど、うんうんうん、まあ素直に言うとそうなります、ね、いやこれは急にやる気アップですね、桜木、はい、3品が入るメンツが完成してしまったが、花見はここはトンを切って目いっぱいに構えます、シャーチャなので、はい、あ、いいとこ入りました、はい、これは素直にスーチーピンのくっつきのいいシャンテン取りましたね、はい、うん、あの花見さんシャーチャなので、はい、まあ、シャーとかがアンコになった時に、はい、メンツでも進行もできる方がいいですよね、なるほど、さあこれでターツは揃った、安全度の比較でか、ここは3品としました、おお、メンツできましたよ、はい、これで、まあ、一応シャーポン点かかる形ですけど、はい、そうですね、トップ目で強卓もあるんで流していく選択もありますかね、そうですね、待ちはちょっと悪いけど、うわ嬉しい、嬉しいですね、嬉しいぞ、さあただこの残した2万が大丈夫か、場合によっては、はい、場合によっては、あ、来てるツモが、すいません来てました、すごい、あでもこれねリーチされちゃうとポンできないんですよ、そうなんですね、はい、ここは安全牌になります、はい、さあ桜木、ああテンパった、闇点かな、スーピン切って闇点か、うん、ここはスーピン切って闇点を選択、ただ明確に押しているのは間違いない、はい、さあ対して桜木は先制リーチ、ドラドラの勝負手、6球満は手の中に2枚、場には2枚、残り4枚山、あここで貫禄ピンに受け替えましたね、5度チェーンかもありますね、はい、さあ9万ツモだ、面ピンツモドラドラ、裏が欲しい、裏は乗らずで2000-4000の上がり、1本場2100-4100、ここは桜木にも上がりが生まれました、はい、まあなかなか花宮もね開局こそ上がり倒しましたけど、みんな逃がさないぞっていう風な、うん、強い気持ちが、まあ、でも花宮さんはちょっと抜けてて、はい、和樹さんと木下さんと桜木さんの、はい、まあ、今は三つどもえっていう状態ですね、うんうん、なるほど、花宮さんが大きく失点しないまま、はい、あの
ただ最終戦迎えたら、うん、そういう感じになりそうですね。なるほど。今花宮さん 53.6 ポイント、はい、佐々木さん21点、ちょっと、はい、あの形上木下さん、和樹さんが結構離れてる普通なんですけ ど、あの着順変われば全然ね、はい、あんまり変わらないので、まだまだわからないです。はい、はい、3回戦トン4局に移ります。ドラはチーマンで、もう桜木珍しいちょんちょんの取り方。さあハイパイはこちら第1打球走からリーマンが入る。みんな強いですよね。強いですね。しっかりなんかしっかりしてるっていうと、なんか上からっぽくて嫌なんですけど、まあ、もう10年選手ですよね。ちょっとぐらいいいんじゃないですか。いやいやいや、すごいなと思って。いやもう本当にね、この往来戦は私実況させてもらってますけど、はい、やっぱりこう初心に戻れるし、うんうん、なんかこう10年やってると、うんうん、忘れかけてたものとかも、はい、いろいろこう思い出させてくれるんですよね。熱い気持ちですか。そう、ギラギラした。うん。今ギラギラしてないんですか。いや、ギラギラはしてるんですけど、やっぱりそれはそれが耐えたら、はい、麻雀プロもうやめ引退ですよ。おお、なるほど。はい。なんですけど、はい、なんかね、もう今見てる方向はもう一つじゃないですか、この人たちは。はいはい、なんかそういうのってなんかいいなっていつもこう。実況しながら勉強させてもらってます。だからなんかね、本当気持ち入っちゃうんですよ。うん、特に終わった時のインタビューとか、はい、みんな勝ちたかったんだろうなと思って。いや、勝ちたいですよね。やばいんですよね。いや、勝ちたいに決まってるじゃんって。はい、うん、ね、これからね、ね、まあ、誰がね、大谷さんに挑戦してくるかわからないですからね。だって本当にタイトルって一つ取る取らないで人生結構変わるんで、うん、変わりますね。でもそういう気持ちでみんな打ってますよね。そう、伝わってきますよね。そう、うん、だってもうこの中から大谷さんの今年の、うん、今年というか来年度の挑戦者が、そう、挑戦者に出るかもしれないんですから、はい、確かに。だってもう A リーグになってね。そうですね、うん、いや A リーグに上がれるってかなり大きいと思いますね。大きいです。いろんなね、そういうたまたまなんですよね。でもこの運もあるってことですよ。だからいや、もちろん麻雀プロとして生きていくために運も必要なので、ね、今年のね第3期は優勝すると女流王か A リーグもう特別昇級ですからね、はい、誰しもが行きたい A リーグですね。さあ、そんな思い全員が全員持っているはず。このね、往来戦第3期まず仕掛けていったのは花宮です。トンをポン、ドラはチーマンです。さあ、こちらはトイステよりか和樹、ただペイをここはほぐしていきました。桜木がちょっとゴツゴツした面白い形、一応数層切っておくと、あ、一応イーシャンテンですね。どっちにしてもイーシャンテンですね。ローピンでも何でもイーシャンテンではあるが、 C ピン2枚切れ3万とかそう、いいかんか。ここで缶ですか、この構えは。そうです、ね、ウーマンの缶。シンドラは3品になります。缶するとレアシャンテンですね。はい、まあ、これもいろんな選択があったと思いますが、はい、まあ愚形残りだったんで、はいはい、ただ缶してメンツができるといいシャンテンなのでちょっと嬉しいです ね、 いいですね、うん、ナイス缶かもしれないです。どこにしましょうかって感じですね。自身でウーマンで分断したので3万が普通じゃないですか。あのイペコって役ができる分、あ、狙ってるのか。そうですね、マンズの下目がいいと判断すると、はい、今の選択になります。なるほど、うん、さあどうだ、カズキ、あ、これね、これリーチですよね、はい、でもね、まさか関してリアンウーマンじゃないでしょうと、あんまり思わないか。闇点守備型のやっぱり桜木さんちょっと待ちが悪すぎると、うん、ね、ヤンマン2枚じゃ戦えないと。なるほど、まあ、これがどう判断どう影響するのかっていうのはね、神のみぞ知るというところですが、ただやっぱマンズの下残したんだったらリーチ行った方がいいですね、うん、なるほど、ここで終わりじゃないんでやっぱり、はいはい、あの加点していくっていう、はい、あ、リーチ来ましたね、はい、声届きましたよ、はい、はい、
ただあんまり一陣回しリーチ推奨したくないんですよね。やっぱ愚形が読まれちゃうというか、なんかリーチしなかった理由を読まれちゃうので、はい、あの即リーチが一番良かったと思います。なるほど、はい、いやもうそういうのどんどんください。あのね、きっと選手たちも見直したら絶対に、はいはい、あね、なるほど大谷さんって思うので、うん、あのやっぱ街悪い時とかのつもぎりリーチは、はい、あのまあ、なんかの相手の攻められる理由の一つになっちゃうかもしれないんで、はい、うんうんうん、あんまりおすすめはしたくないですね。なるほど、はい、いいですね、うん、はい、さあリャンウマン自身で、はい、うん、あ誰も来ないですね。誰も来ないですね、はい、あれ花見はドラドラになっちゃったらちょっと行きたい。一応いいシャンテン、アンジェパイがないんじゃないですか。シーマンが一応ドラとはいえウーマンが関されてる。まあシャンポンとかに当たったら激痛だもんな。やめましたね。アンジェパイないから、ああ行かなかったですか。やめました。さあ2万は論敗。さあこれ木下、先ほどの魚谷さんの感じをすると2万は待ちが悪いうちの一つの候補にはリャンマン入ってそうですけど、形はイーシャンテン、まあ、脳天からじゃ押したくない牌かなと思いますけどね、はい、3ピンモドラ、パーマン9万もやはり同じような理由で9万打てないですからね、はい、これはすごいいい表情だ、戦ってる。いやー小そうかなと思うんだけど、ちょっと粘るとリャンマン危ないかな。そのやっぱウーマン勘してて、はい、リャンマン待ち、はい、みたいな、はいはい、いや非常に戦ってますね木下。うん、いい表情だ。がな、うんうんうん、やめたいけどリャンマンの待ちはなさそうと思ったらリャンマンぐらいいっちゃうかもしれない。いやさあここは木下、うん、小そうだ。いやここは我慢、うん、我慢の木下。やめるのも胆力いりますね。胆力いりますね。ああどうだ木下、ここはやめてよかった選択になるか、その後続くか、安牌は大丈夫そうですかね。老僧中筋、あでもないんだな。なんか中筋とかもね。そうですね、だからちょっとさっき言った理由でなんか間違が悪いかもって思うと、パーマン通った、よかったですね。今ドラさんになった花宮さんはあまり行く理由が一番ない。そうですね、ないですね。ここはつもぎりとなる。いたずらな麻雀の神様。まあ、テンパったけど、はい。でも別にチーマンがね。でも安全牌あります。安全牌、三層数層がいっぱい切れてるダブルワンチャンスぐらいですか。ないですよね、怖いな。2万も通ってない。3万は愚形でペン3万とかありそう。E ピン。ここは E ピンを選択で、はい、桜木の一人転敗で流局となりました。E ピンならリーチするでしょってことか。そうかそうか、はい、はいはいはい、そのやっぱそういう読みになりますよね。うん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 、はい、何にもなしだったら3万とか切るかもしれないですね。そうですね、うん、普通のそのまま通常リーチだとしたら、はいはいはい、うん、やっぱリズムって大事ですね。あとはそういうリーチ判断とかもそうですけど、まあやっぱり持ってきた時に考えておくのが結構大事かなと思うので、うあのやっぱ最初のファーストテンパイで、はい、そのマンズの下狙いで打てたのと数万持ってくる可能性あったんで、その時にやっぱりリーチかどうかって考えておくのが大事かなと思います、はい、いや重いですね。やっちゃう方ですか。いや重い言葉です。重い、はい、やっぱり絶対ためになりますって。あ本当ですか。本当に、はい、うん、好きになっちゃいますもんね、うん、そうですね、やっぱ一巡好きに打たせちゃうっていうのも、うん、はいはいはい、好きになりますしね。そうですね、打つなら打つで、はい、さあとにもかくにも桜木の連チャンで流局しましたトン4局一本場ドラはペイで、ペイが統一の木下がチャンステカ、初が統一の親の桜木、素材は悪くない、花宮はドラのペイが1枚浮いている。さあそしてここは役牌も1個重ねたりするとぐっと引き締まるんですけどね。そうですね、はい、通常のリーチ手順だとちょっとまだ遠い、遠いですね、はい、さあ初あんこは嬉しい。これもまた先手取ると親の桜木有利か、
3色ぐらいまでついたらもう完璧ですね。完璧ですね。完璧まで行きたい。多分その桜木さんは、はい、そのもうどう見てもいい手みたいな時には絶対迷いはないはずなんで、うん、そうですね、はい、うん、こういう手がいい手に座ってくれた時は間違いなくリーチいくでしょうね、うんうん、木下これは何考えてる間だと思いますか。なんか悪いしどうしようかな。どうやって、うん、本当にそうっぽいわ。声のトーンとかもそんな感じっぽいですね、うん、さあ花びらの手にはドラのペイが浮いていますが、こういうのもね、まあ、薬杯の白髪順じゃない風杯のドラっていうのは切り時いつもよりちょっと早くなりますか。切りやすいですか。そうなんですけど、やっぱり自分の手が良くないんで守備重視で地杯残したって感じでしょうね、はいはいはい、なるほど。カズキもペンチーピンが埋まってここで髪を切り出していきます。さあ9万ローマンがくっついて、うん、横に行ったり縦に行ったり悩ましい手牌。さあ9ピンです。両冠になってここは広げていくパーソ打ち。いやーノータイムだ。カズキはこれノータイムでペイビュンといきましたね。うん、うん、自分がペイチョなんで、はい、まあ、ペイが泣かれる可能性は少なくて、はいはいはい、あみんなジャストタイミング。これチューン統一だったらペイポンあったかもしれないですよね。そうですね、うん、あ来たカズキ、これは目一杯にしてよかった。一通丸見え。あカンパーマン入った。リアンソーかカズキさんは警戒して嘘とか考えてるんですかね。あまあでもね、自分もいいですからね、うん、さあドラをノータイムで切ってきたペーチャのカズキにやや注目がいっているような状況でしょうか。ヤンマン切り、あシャアはちょっと安牌気味に持ってますよね。うん、そうですね。花宮さんは形が悪いから、そうですね、ああさらに広がるというか天牌。ただこれは取りたくない、いいピンかな、はい、あなるほど、いいピン切り、これはテンパイ取らずでした。さあ一通にしたい。うわうまい。イーシャンテンチートイドラドラ。あー最高。最高です。ナイステンパイ取らずからの。うん、さあしかし親の桜木も十分な形。ノーピンちょっと薄いけど、ちょっと薄いですね。3ピンはある、3ピンはありますね。サブローピンは手の中に3枚で、手の中に3枚、うん、4枚か、手の中に4枚、4枚か、1、2、3、4、5枚じゃないですか。1、2、3、4、5ですね、はい、あと3枚か。さあ追っかけていったのは親の桜木です。ここはあんこのロウソウを切っての追っかけリーチ。桜木のリーチはサブローマン。さあカズキが3万はブロックしている。さあどうなる、サブローマン対サブローピン。なんか同じぐらいっぽい。同じぐらいですね。さあどっちか、カズキもここは上がりたい、桜木だって上がりたい。3対3。はい、そうです、 2ですね。サブローマンが5枚と1枚なんで2対3ですね。2万、怖い。9万。さあ他花宮はなんか一応形はキープしてるっぽいけど、ぽいけどぐらいですよね。2件リーチですもんね、はい、うん、木下もここは厳しい。さあ3ピンが減った。決着つくか、痛み分けか。うん、花見は、いやドラドラだっただけに木下、ただ降りるのはそんなに難しくない。決着つくか、数万、危ない。お、いいション点だ。数層も通りそうですね。はい、でも通ってるか、数層。はい、お、じゃあテンパイ取れるかも。テンパイ取れるか、ローマンツモだ。裏ドラ1枚でかいぞ。裏ドラ乗せてきた。
リーズも初裏ドラ4戦は4100オールの上がり。いやこれは抜けましたね。抜けましたね。桜木さんも一気に一気に来ましたね。2人はい、もともとトータルポイントがまあこう並びでスタートして、ほぼ並びでスタートして3回戦ですが、今回3回戦は大物手の連発、うん、桜木と花宮が自分の時間を作って、ややポイントも抜けたような状況。ただまだ3回戦のトンバです、うん、現在このような状況、はい、ちょっと12.5ミですからね。そうですね、ポイント差大きく見えますけど、はい、この半チャンでまくればそんなに差は大差ないですね。はい、麻雀ではよくある点差ですからね、はい、ここからです。まだまだ分かりません。さあ連チャンに成功は桜木です。ドラはローピン。うおっと、スワンコ見たくなりますよね。まあ見ますよね。はい、ここどう作っていくか。いや和樹早い、ローピンアンコ、ドラアンコだ。ドラアンコか。めちゃめちゃああやばい。でも G から切ってますね。ね、なんかちょっと G 残したい気もなりますけど。そうですね、はい。いや、カズケもいいですよ。ドラアンコですから。いや、みんないい。みんな。カズキさんドラアンコじゃないでしょ。桜木さん、うん、ごめんなさい。桜木さんドラアンコ。ごめんなさい。で、木下がスワンコっぽい。カズキさんはまあ、まあ、形は整ってるけどって感じです、ね。もうみんな整っています。みんないい。ぶつかりそう。花見はもう力入ってますね。伝わってきます。気持ちが伝わってくる4社。さあ、かずき。木下さん、これペンチーマンとか入ったら3号でよしか。よし、さすがよしで残してますよね。うん、一応よしじゃないですかね。うん、いや、まあ嫌だけどよしみたいな。はい、渋。そうですね。あ、かずき来た。かんちゃん入れてきたぞ。さあ、ドランコのリーチ一番になっちゃった。一番になったのは桜木スッチーマン。今度も本手、大物手。ただ小型三社が割りかしまとまってるんですよ、うん、で早いリーチ。いや、木下さんとかも行きたいですよね。いや、抜いた、うん、筋でもう。花宮さんはね、あんまりその勝負する意味がないというか、まあ2人で仲良くやりましょうって感じですね。花宮さんは。そうですね。さあ、仲良くなれるのか。他のね、木下さんと和樹さんはもうここがチャンスみたいな感じありますからね。はい、いや、とはいえですよ。うわ、やめたくないけど。いや、いった。チーマン論敗。いや、やめたくてかな。嘘か。うわ、これやめたくないけどね。チャンスですよね。チャンスです。うわ、偉いな。偉いな。やめたくないですよね。なんか、はい、やめたくないです。まだ順目も早いしみたいな。そうですよね。甘える言葉はいっぱいあるんですけど。そうですね、甘えな い, い, ない。意外とみんな甘えないんですね。甘えないです ね, ね。すぐ私甘えたくなっちゃう。甘えん坊ってことですか。打てる理由をすぐ探す。本当に、うん、なんか打ってもいいかなみたいな。なるほど。じゃあそれだと1万2000点の報酬でしたね。ですね。打てる理由なかったら打たないかもしれない。なるほど、はい、さあスッチーマン、こうなると、まあ、木下はまだ戦ってますね。これいや、テンパってたなみたいな感じに思うかもしれないですけど、はいはいはい、ね、テンパってないですからね。そうです、ロンでしたから。はい、スッチーマン2枚ですか。木下さんテンパですね。あ、1枚。お、これでももう1回テンパるかも。九州からの振り点にしちゃったんですよね。まあしょうがないですよ ね, すよね。やめたんで。あと1やめですね。うん、あと1。あと1っす。じゃあ結構流局ありますね。ありますね。カンか。カンだ。わあ、もう迷わず私行くわよと。カン、かっこいいな。シンドラ吐く。リンシャンから今日はリンシャン解放も出ています。戦ってるな。戦ってる。さあどうだ。来た、追っかけだ。追っかけだ。2万は1枚切れ。だって
関してるから使えないですもんね。そうですね。ただ花宮のところに2万がある。ああ、じゃあなかなか入れられないか。あ、イーソーもちもちだ。イーソーもちもち。これは順から。順から。ちょっとスチーマーの方が1枚まだ行ってないので大丈夫か。スチーマー危ないよ。上がったら決まっちゃうかも。決まっちゃうかも。これ直撃も木下はもう痛い激痛です。激痛ですからね。さあただこれ和樹が2件になった時に打つ牌大丈夫か。うーん、筋のパーピンもないんですけど、うん、まあとりあえず椅子はまだ選ばれなさそうかな。そうですね。さあどうだ、まだスチーマーいるぞ。馬2万大丈夫か。3万カンされてて花宮現物されるか。現物あるかどうかですね。現物あるか。花宮2万ちょっと右にもセットされてるのは心配。ペアは大丈夫。あー、セーフセーフよ、セーフ。さあスッチマは、スッチマまだある。履いて履いて、ちょっと履いていますよ。結構高い濃度。濃度高い。 10% ぐらい。 10% さあここは痛み分けでした。先ほどのね濃度 70% は上がりきりましたが、今回 10% だったね。 10% ちょっと低めでした。低めでしたね。桜木、木下の2人転敗で流局となりました。さあまずは桜木に手が入って先制リーチ、そしてそれに立ち向かっていった木下の押しっぷり、見応えありましたね。いやー、よかったですね。はい。さあ曲は連チャンです。トン4曲3本バドラは数万です。供託が2900点ある状況。おー、いいぞ。なんかでもまあ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 マンズがいいですね、はい、形がいい形。もう字から切っていって素直にピンフになあれと、うん、単品になあれと。そうですね。美味しくなあれって感じですね、はい、美味しくなあれと。さあ美味しくこの手配仕上げることができるのか親の桜木。さあ対して小型三社はもういいでしょう桜木さんとね、そうですね、そういう状態ですよね。状態ですね。ちょうどね2900点落ちてますし、どうでしょうか。2900は拾いに行きますか。拾いに行きますか。でもそうですね、ちょっと離れちゃったんで、うんうんうん、そのなんかずっと1000点1000点みたいなんだと苦しいんですけど、うんうん、まだ親番があるので、はい、まあ、ここは流し毒でしょうね。流し毒、はい、なるほど。流せるならただ花見はいいですよ。めちゃめちゃいいですね。はい。さあどうなる桜木。おー、来てる来てる、まあ、頭ないなと ね、 ね、思ってたら来てますね時代が。さあどうなる。木下も種は揃ってきたが、和樹もちょっとスピード感を取るか。うん、うん、一通丸見え、はい、素直にリャンピンでいいですか。いいと思いますけどね。数ワン、スチワン抜けるな。んあれ、あ、リャ、ごめんなさい、違ったか。形が違いました。いや、違ってないですよ多分。あ、スチワン抜けるなくしましたね、はいはい、これは管理アンマンの布石ですよ。いやこれはでもリャンピン打った方がいいと思うな、はい、布石打つよりも、はい、アリアンマンチーもしなかったですね、はい、え、ヤマンチーしなかったんですか。はい、そっか、この2900ちょっと拾いに行ってもいいけどな。うんうんうん、まあ、こういうのはね本当大谷さんの思考とか思いもぜひこの対局に残していってくださいね、はい、そうですね、はい、あの桜木さんここで、まあ、もちろん1万2000決め手になるんですけど、はい、絶対1万2000じゃなきゃダメなわけじゃないんで、はいはいはい、やっぱりじわ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 相手にこう、はい、負荷をかけていくのって大事なので、スッチワの受け残した方がいいと思うし、はい、リアンチー、まあ、しなくてもいいけど、うん、こう受けたならするした方が、うん、その街のちょっと悪さがあるので、うんうん、よかったかなって思いますね、うん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 、さあこのね、これまあリアンマン入れば別にいいんですけど、スッチーマンとかちょっと痛いですよね。スッチーマン激痛ですよ。わあ、こっからのこれだって別にね、これは残したいですね。残したいですよね、まあ、いろんな選択肢が。そうですね、馬あることによって。そうですね、メンタンに行こうみたいな。さあ天敗は和樹です。
カズキはリャンウピン、ここは2900を取り、あ、天杯だ、花宮、サブ69万、これは嬉しいな。はい、さあこれは安そうにも見えるし高そうにも見える場面が、場面が、リーチはでも分かんないですか。リーチは分かんないですね。そうですね、はい、カズキさんの方がまだね、いや、行った、リャンマン、あ、これビューンと行った。で、どうするんですか。チーソーじゃないですか、勝負じゃないですか。まあ、順目が深くなって、ね、ああ、ロンダ、あ、ロンダ、ここは桜木の上がりになる、2900の3本馬、3800に強託3本付き、うん、結果良かったですけどね。結果良かったですね。とはいえやっぱり、はい、うん、最初のファースト段階はちょっと、うんうん、リャンピン残しはちょっとあんまり良かったですね。多分まあそうですよね、布石を打って先に切った、うん、とはいえスチュワンツモでもね、はい、良かったですから。そうですね、はい、さあ桜木が上がって4本馬ですか。これはでも2900とはいえ強託も合わせるとかなりの収入になりましたね。桜木さんトップ面立ちましたね。そうですね。さあこの3回戦は非常にテンポは悪くないんですが、うん、曲数が増えています、うん、現在トン4曲4本馬です。追う立場の2人は結構辛いですね。辛いですね。あまりにね、こう長い親が続くと、うん、そうですね。わ、手がまたいいぞ。いいぞ。逆にもうみんなを諦めさせるぐらい。あ、そうですそうです。桜木は行ってほしいですね。やっちゃった方がいいです。あの、はい、狙いを自分じゃなくて花宮さんにさせるっていうのがすごく大事で、はいはいはい、大事ですよね。トーナメントの時はやっぱり一番手、はいはいはい、トップ面立ってるよりかはやっぱ2番手の方が狙われやすいんで、うんうんうん、1番手に立っちゃうとこう有利にことが運ぶことが多いので。そうですね、はい、上に。さあただ桜木もいいシャンテン、うわどうしよう、まあ、いいピン3ピンかな、ね、横伸び見て想像、ね、はい、カンリャンピンね、固定したくないですもんね。固定したくないけど、でもパーソーもありますよね。任せ打ちか、うん、ね、の想像伸びたら3ピン1ピンで、はい、うんうん、役割管理安品だったらドラドラ77嬉しいみたいな、うんうん、ありますね。ね、さあ1枚切れた、これで判断変わってくる。1枚切れちゃうともう嫌ですもん、うん、もうこれで1ピン3ピンがいいな。でもいいぐらいですね、うん、いやただ4連携のままで、はい、まだ狙ってると、うん、さあもういいでしょうとパート2ですね。第2弾、カズキさんね、また手がそのかわしやすい手になってますね。そうですね。さあ3品をどう見るか。いや、まあ、でも4連携は壊したくないですよね。ソーズせっかくなんかこうしたんだから。でもどうなんだろう、つもぎりか。タンヤオも一応あったから、なんか、あー、なるほど、いいピン、いいピンとかもリャンピン、あー、なるほど、ローピンはポンして受け替えるとかも一応、まあなんかいろいろあったかなって感じですね、うんうん、難しいですね。いろんな選択で、ね、まあ、正解はそこまで、うん、そうですね、はい、いい手だからどれでもありかなって。そうですね。さあカズキ、イーシャンテン、さあリーチが来る前にどうにかしたい、つもぎりたい。6チッパもあるのか、つもぎった、うん、これがちょっとなんか嫌ですね。嫌ですね、うん、ちょっと嫌ですね。嘘切っとくと、うんうんうん、まあいろいろ変化があったみたいな。はい、あ、テンパイじゃない、いや違う、テンパイじゃない、違う来てますよ、来てますね、はい、ポン在重視ですね。ららら、でもなんか、いや、あのね、昨日、はい、あの英卓で勝ち上がった、うん、あの広岡が言ってたんですけど、はい、やっぱ調子が良くて、はい、終始良かったんですよ、はい、4回戦まで、はい、どういうふうにこの好調を維持するんですかって聞いたら、はい、もう手牌に素直に打ちますと、うんうん、今素直に手牌に打ってたら、うん、もうパーソーワンコでリーチになってますよね。いやでもどれが素直かはちょっと難しかったですよね。そうか、まあ一応一番の廃効率だと、はい、いいピン3ピン切ってくるのかなと思うんですけど、はいはいはい、でパーソーキャッチして、そうですね、ね、これウッパーマンになってたかもしれない、うん、うん、まあ、仕掛けが変わってる可能性はちょっとだけあるか。そうか、はい、難しいですね。うん、難しいですね。うん、さあ木下のリーチが入っています。木下のリーチ、町はカンチーピンですが、花宮が一発でこのカンチーピン捕まりましたが、
どうなるでしょうか。降りましたね、すぐ降りましたね、スッと引いた。いや花宮さんこういうところもすごいんですよね。ちゃんと状況を判断してここには打たないっていう。そうですね、結構だってチーピンでノーチャンスですよ。そうですね、よく打たなかったですね。ただまあドラが6ピンだからっていう理由はそうなんですけどあるんでしょうね。いやでもすごいですよ、すごいですね。パッと見えるのがなんかテンパイリャンソ、花宮さんはなんかやるな。やりますね、うん、花宮は去年もね勝ち上がってきてて、うん、うん、そうですね、そう悔しい思いをしてさらに強くなったことでしょう。確実にレベルアップしてますよね、うん、でもこれないんだよな、うん、そうですね危ないけどね、危ないんですよ。さあサブローソーにも変えれる、なんかあお両層切り、うん、これは中膨れの水槽短期、裾も通りそうなのかな。お、そうでもないか。なんか下切りの方が、ね、トン薬杯ですもんね。はいはい。おーチーピン吸収した。あ、いや危ないですよ。危ないのか、つまり2枚来ちゃうと。ゆえに危ないのか。1枚切れだし。はい。ないっすね。いやチーピンだ、ね。ここは木下注文通りか。リーチドラ12600の、4本場3800。いやでも一発で宝珠棒人を26にしただけですごい偉いと思います、ね、はい、素晴らしいです。さあ長かったトンバが終了しました。さあトンバこそ花宮のスタートダッシュが決まって、うん、結局終わってみたら桜木がトップ名難入です。難局ドラワウーピン、さあ花宮ここでさらに突き放あハイパイがすげえ、いやいいぞいいぞ、いやいいぞいいぞ。3メンツできてますか。3メンツ、2メンツか、2メンツとなんか両面とか頭とか、うん、そうですね、いい、どっちにしてもいいですね。イシャンテン、さあ木下ドラが1枚ある。ナンは薬杯です。カズキ、いや圧倒的に花宮さんがいいですね、はい、もう1回花宮さんのターンを来ましたですね、はい、ターン欲しい、ターン欲しいですね。あ、3万つむぎりなんですね、なるほど。太陽系があるから急走切りとかもありましたけど、まあなんか量刑変化を総勢求めたって感じでしょうか。そうですね、単位とかよりもなんかね、チーソー引きとか狙ったっていうことですよね、はい、さあどうなるでしょうか。何曲、あ、ドラが来た。桜木はこのドラは使いづらい、使いづらいんですよね。でも形悪いから切らないですね。そうですね、いや早い、何を持ってきたのかも。ナンは泣かなかった、はい泣かなかったですね。ウーマンですかね、はい、ここはパーソー切り、どうしましょうか。まだつもぎる、ね、この形を維持、ちょっと残りの関連品をもう少しどうにかしたいですよね。そうですね、木下もここは選択、ペンちゃんを払っていきます。非常に柔らかい選択。さあ桜木、まあ、ドラ切れない以上チートイ本戦みたいな感じですかね。まあ、まだ横の伸びも見てって感じですか、はい、ここは手から打っていきます。さあハイパイこそ花見良かったですが、なかなかツモが効かない。これでメンツ店にもうちょっと戻れそう。イーシャン店だからドラ切っちゃうのありですね、はい、3ピンとかスチーマー入ったら。そうですね、ここはウーマン切りとしました。まだドラは生かしたいと。そうですね、数ピン、うわー、うわー嬉しい、最高ですね。サイ&コーですね、サイ&コースチーマン待ち。闇店だと木下のスチーマンがちょっと危ない。今だ、ここは桜木の上がり、見事な闇店、ピンフィーペーコー2000点の上がり。さあここは、まあ、現状ライバルの花宮の矢をさっと流していった桜木、好判断か。しっかりした闇店ですよね。はい、ちょっと打点効率的にリーチ行きたくなっちゃう。そうですね、人もいると思うんですけど、はいはい、状況的にはもう闇店鉄板みたいな状況でしたね、はい、うんうん、こう状況ね、はい、大事ですね状況、うん、はい、非常にいい上がりに見えます。さあ何2曲に進みます。
親番の木下、ドラはいいそう。木下さん、チャンスが遠い感じですね。そうですね。和樹、ダブナン統一、ピンズ多め。桜木、白統一、やや満足多め。花宮、ドラ統一。うん、木下さん、ここなんとか生かしたいですね。そうですね。ちょっと苦しい展開続いてますね。さあ、どうなる。初、あ、第3弦は、まだチャンスはありそう。お、伸びてる。西さんはちょっと遠いから素直にかな、はい、まあ、1の3色とかはまだ可能性ありそうですね。おお、なるほど。確かに。ここはリアンマン切り。さあ、どうなる。こちら桜木はちょっと大物手の予感見せてくれるか。第3弦、さあ、花見はチューンを切ってここは目いっぱいに広げる。チューンは泣けない3弦牌。ただその残りのチューンはまだ2枚山に残っています。重ねられるか桜木。さあ、どうだ花宮。木下はここは執念の親番になりそう。ちょっとね、今日統一含みの手が多くて難しいですけど。難しいですね。初は泣けた。さあ、まだチューンもある。リャンピンから切って、まあ、でもすぐ来てくれないと大体切っちゃいそうなチュンですね。そうですね。1枚切れてますし。はい。ああ、これですね。もう切りますね。切りますね、はい。まあでも別にね、第3弦を、ね、そうですね。上がるゲームじゃないから。ゲームじゃないからね。はい。あ、ポン優先なんで。はい。はい。ここはポン優先。ただ木下はまあまあ急所でしたね。数万。数万、そうですね。はい。まあ、とはいえ3566なんで、はい、まだまだ、はい、使えますね。あ、なんかここが埋まる方が嬉しい。換算素が入って手が引き締まりました。親の木下です。さあ、桜木数万をポンしています。 E 万が貫通になった。いやー、貫微妙っすね。貫微妙ですね。切りたいかな。切りたいかな。はい、安全度高そうな馬だし、うん、そうですね。そこまでして無理する局面じゃないっていうやつですよね。はい、はい、あららららら、ら泣かれてよかったんじゃないですか。角がすご い, すごい、はい、ただこれスチーマン闇点、ああ、出た出た。はい、ここは木下のタンヤオピンフ2900の上がりです。まあ珍しいパターンというか、まあね、ポンって多分声かけたんでしょうけど、あ、チーか。あ、そうですね、うん、まあ、まあ待ちになることはもちろんあるんで。 ありますよね。和樹さんも先に切ったみたいなイメージでしょう、ね、うんうんうん、はい、さあ、ちょっと、こちら戻ってきましたが、選手が昇級しということで、はい、荒れますね、3戦目は。そうですね、うん、ちょっと結構あの2戦目終わって、うん、平たくなったなと思って、はい、まあ、こう誰も抜け出さないでいくのかなって思ったんですけど、うんうんうん、トンバ終わって、はい、うん、桜木花宮が時間作って、あ、今トータルポイントも出ましたけど、あ、リラックスしますね花宮。リラックス、ね、これは映ってる、まあ、ストレッチ、ストレッチですね、はいはい、映ってるのは分かってないでしょうね。そうですね。どうでしょうか、このポイント状況的には。うーん、まだまだ分かんない。もちろんね、あの半チャンの途中なのでここからの変動はあると思うんですけど、はい、やっぱり自分の時間作ってる花宮桜木はやや優勢かなっていう空気感はありますよね。まあ、このまま終わっちゃうと相当優勢ですよね、はい、厳しいですね、はい、うん、木下さん、和樹さん、木下和樹もね、なんとかかんとかこう自分の時間作ってこじ開けていこうっていうような、うん、あの、まだね、うん、親番が2人ともあるので、うん、そこ勝負っていう感じはありますよね、うんうん、もう少し追いつきたいとこですね、うんうん、はい、本谷さん、今日目についた選手とかいます？目についた選手、まあ、あの先ほど始まる前は木下さんに、まあ、ちょっと注目してるっていうお話だったんですけど、はいはいはい、改めて麻雀 、うん、見て、はいはい、何か、あ、花宮さんすごくいいと思いますね。もちろんやっぱり勝ってる選手の方がどうしても目立つ局面が増えるの で、はいはいはい、勝ってる選手の方が目が行きやすいですけど、はい、すごい、バランスがしっかりしてるというか、うん、は
まあでも全体的に4社ともよくっていうとあれですけど、いい麻雀になってるなっていう。いやーすごいレベル高いですね。はい、ねえ、やっぱり勝つべきして勝ってきたっていうベスト8な気がします。レベル、はい、非常にいいですよね。はい、うんうん、ちょっと全部見切れてるわけじゃないですけど、本当過去の中と合わせてもすごくレベルの高い、うんうん、今日の第3期は確かにそんな気がします。そうですよね、はい、まあね、この第3期はね、いろいろと得点もね、やっぱね A リーグに上がれたりとか、うん、次回は同じ得点もらえるか分かんないですからね。そうですね、今回やっぱり勝ちたい、勝ちたいですよね、強くなりますよね、はい、またこの20代限定っていうのがね、本当にフレッシュな感じで、はい、元気はつらつ、バチバチの戦いになっております。さあ選手が戻ってきたようですね。試合が再開されます。ラン2局、木下の親番一本場からの再開になります。さあ木下もまずは一上がり2900ですが、上がって親番連チャンに成功。ここから二の矢三の矢放てるか。ハイパイはこちらやや苦しい、トンガ統一、うーん、どうしましょう。チャンタっていう感じでもなさそうですよね、うん、ここの親番落とせないんで。そうですね、まっすぐ行ってしかないと思います。木下和樹はやはり少しでも親番で加点していきたいところ。さあトーンを動いていく、ここはスピード重視。さあそれに対して和樹が、和樹も動きやすそう。和樹さん、もう手がいいですね。そうですね、こちらペーチャの花宮はシャーアンコです。あ、ただネックから埋まっていく。いやただこっちもいいぞ、シャンテンだ。はい、ポンテンもかけれる。さあ木下和樹、ここのぶつかり合いになるか。いやもう目いっぱいだ、木下安全牌持つ気一切なし。まあ地面も早いですからね、うんうんうん、安全牌持ったところでってところありますよね。そうですね。さあ花宮ジャントーができていいシャンテン。さあ両冠になった。ここはあーいいピン打ち、なるほど、ストレートのいいシャンテンには取らなかったですね、うんうん、さあ和樹両面に振り替わって567456、あれあれ、あーこれはちょっと間違っちゃった、ちょっと間違ったかもしれないですね、うん、うん、まあ、今日ね、なかなか普段でもね、こう打ってる通りに表現するのはミスはありますからね。さあこれでいいシャンテンだ、ね、はい、こうして、あ、ここはリアンソー切りですね、うん、ドラーさん今日ドラー桜木来ますね。3回戦目は、はい、しかも単葉が見えて、単葉全部動ける、うん、いい形、はい、この局面は桜木も参戦してきそうだ。さあ和樹、桜木はもう安牌持たず全部行くか、うん、広げれることもできるが、あ、広げたね、広げました。さあ木下いいシャンテンくっつき、うん、これはねちょっとね、いや分かってるんですよ、ちょっとだって、いや、もうリーチに行く、まあとはいえ、まあ、はい、高めメンターピンですからね。そうです ね、 ですよね、痛いけど、うん、ちょっとでも、あー、チームね、そうっすね、チーマン引くなよって思ってたと思うんですよ、うん、いいシャンテンで、うん、まあ、あの早く打ちすぎることの弊害がこういうとこかなって思います。そうですね、やっぱ時間使えば多分分かるはずなんですよね。そうなんですよ、だって普通外側切るんですもんね、うんうん、4か7だったら、うんうんうん、まあ、多分そういうノリじゃないけど、はい、ね、守ってあげるわけじゃないですけれど、はいはいはい、さあ官労層天敗、さあどうなる。わあ、桜木もいいぞ、うん、ドラさんのいいシャンテンぶつけていくか。ぶつけやすいですね、自分の手が、ドラが見えてるので、はい、さあぶつけていく。 あ、これだ、あ、これだ。でもこれ打つんじゃないですか。打ってもね、勝負ですよね。打っていく、ここは和樹の上がり、リーチピンフ、2000は2300です。ちょっと痛いけどしょうがない、ちょっと痛いですね、うん、あのここは、うん、切り替えてね。そうですね、これも勉強です、はい、そういうことも大事です、うんうんうん、さあ
南三局。親番は和樹です。さあ和樹も1、2回戦苦しい展開が続いていたので、この親番なんとかね最終戦に少しでもいい条件で進めるように大事に大事にしたい親番ですが、果たしてどうか。ハイパイはこちらマンズで一メンツ、遠くに石ごろの3色なのも見える、はい、ドラはウーソーです。悪くはないですね。悪くないですね、はい、その次第。第1打はペーから、少しでも素点は回復してできることなら花宮さんまくるぐらいの、そうですね、ですが欲しいですね、はい。さあチーマンアンコ、花宮はまたゴツゴツした手になってきた。さあ木下です。木下は親が落ちて、まあ、なんとか最低3着はキープといったところでしょうか。そうですね、はい、4着は面白くない。うん、まあ、素点をなるべく回復はしたいので、そうですね、ある程度の打点つけての3着キープ、まあ、目標になるでしょうか。3着がいいとはいえ、その安手安手で流して終わりってのはちょっと、はい、そうですね、まあ、もちろんなくはないんですけど、はい、できればもうちょっと素点欲しいな。欲しい。どっちかで願わくば3万点弱。いいですね、はい、さあそこら辺に目標、木下はどのように設定しているでしょうか。さあどうなる。親の和樹なかなかツモが効かない。さあ桜木、ここはいい総切りとします。花宮、ドラのウーソーですね。うん、難を切って目いっぱいに広げます。さあどうなるか。和樹は落とせない親番。さあ桜木もちょっとゆっくりになってきましたね。いろいろ迷いなども出てきているのか。さあゴツゴツしてきたぞ。パーピーも重なった。まあリーチあんまり受けで落ちたくないので、はい、なんか役をつけるとしたらやっぱ統一戦メインなんですかね。そうですかね。数万あたりですか。うん、打っちゃってもいいと思いますけどね。うんうんうん、やっぱ決めちゃうのあるのかな。うん、数万切り両面に振り返る。ただメンツがまだゼロメンツのドラドラの手、なんとか急いでこの手は仕上げたい木下。三品です。はい、これで一面完成。うん、単葉にもしたい、うん、そうですね、老僧を引きました。ここはチュン切って目いっぱいですか。いや、ただ老僧これはつもぎる。老僧を1枚浮かせた形。なるほど、伸びたらシャーシャーといったところでしょうか。さあローマン、うん、花宮、ま、チーマン打ってほぐすのもありますか。そうですね、どうしようかなって感じですよね。どうしようかなって感じですよね。なんか難しいですね、うん、そう、どうしようかなっていう感じの手ですよね。はいはい、これで自然に単葉へ渡れますね。まだか。さあメンツはできていくが、桜木もなんかリーチのみになりそう。うん、まあ、リーチのみは多分かけたくないんで、はい、3層入った時だけ採用ですか。採用ですか。リーチ打つって感じですか、はい、さあドラを固定ローソーをつもぎっていく。あ、失礼、手から切っていきました。いいシャンテン、いいシャンテン。さあパーマン、うん、このパーマンで止まっています。つもぎり。さあいいシャンテンまで来ている人もいますが、どうなるでしょうか。南三局。さあ木下動いていった。ここはドラドラということもあり、パピン、うん、スーピン、うん、ここは一転してハクを切っていきました。さあ、イーマンは、うん、ここは切らない。まあ、もっと深くなったら、木下形式転廃も辞さずといったところでしょうか。ただここで和樹にリーチが入ります。チーマンを引き入れてのリーチ。シャーと三層、シャーが一枚切れ、三層は手の中にありません。山に2枚残っています。はい、これで単葉だ。さあ三枚山のシャンポンはこの順目なら強いんじゃないでしょうか。強いですね、はい。さあこれは上がりつけたい。
ついてくるか分かりません。ドラさんだ、スチーマン勝負点になった。さあスチーマンは手の中に、1、2、3、4、5、6、2枚、2対3。さあどうだ、2対3は分からない。もう木下も心の中ではリーチですよ。リーチですよ、もう曲がってますよ。はい、はい、心の中ではリーチ降りないでしょう。あ、3層減った。お、テンパイだ。そしてテンパイですね。うーん、でもチーソーもパーソーもちょっと切りづらいから急走かな。そうですかね、まあここに参戦するあれはで、ね、はい、ないかもしれないですからね。数万減った、つながってるか。3万押していく、先ほど通した。さあまだ2枚あるぞ。さあどうだ、まだあるぞ。もう来なかったですね。来なかったですね。ここは引き分け。あ、3層流れた。シャーモ、うわ、最後山々でしたね。ここは和樹、そして木下の2人テンパイで流局。さあ痛み分け、和樹は連チャンに成功です。まだまだ諦めない。南三局一本場に移ります。京卓が一本、ドラチーソーです。さあ和樹ドラ初、あ失礼、初あんこ。いやすごい、いいですよ、いいですよ、先手取れそうだ。白から切っていく、純あんこ。おお、すごい、薬杯が、薬杯がすごい、あんこラッシュ。花宮、いや、ここも悪くない。なんだこれ、イーシャンテン、ドラドラ、いや、すごいドラドラです。木下もう、うん、なんなら木下さんが一番いいですね。はい、最高です。なんか、まあ、花宮さんも結構いいのに、いいのに、はい、他が良すぎる、良すぎます。これどうするんですか、テンパったら。え、リーチじゃないですか、シャー、シャー狙いがやっぱ狙い目だし、うんうんうん、動いていった、イーシャンテン、くっつき、イーシャンテン、うん、いい形ですよね。はい、桜木、ここは一転してさばきに行くと。うわぁ、ちょっとでもね、いやでもドラ切ってリーチもありますか、あるんじゃないですか。はい、ただ同級層ちょっと薄くなったけど、入れば、入ればね、入んなかった時どうしましょうね。これはこれどっちもあるんじゃないですか。シャンポンだ、うん、リーチに行く。地層はロンは難しいけど、シャアはできると。はい、狙い通り、シャアは山に2枚、チーソーは残り1枚あります、うん、自力でツボもある。しかも桜木さんもね、行きづらいから、行きづらいですね。うん、ここはアンコのチューン。さあどうなる、親の和樹も、和樹さんは降りれないですね、これはちょっと、はい、ここ降りちゃうと、もうなんだろう、その後はきついですよね。そうですね、まあ、和樹木下のぶつかり合いになるか。山に3枚のシャンポンリーチは木下。さあこういった局面、1回戦でもありました。その時は安めの方ですが、ツモ上がりを見せた木下、今回もシャーをツモ、リーズもドラドラ、2000、4000です。一本場で2100、4100の上がり。これは木下さんも参戦だけど、はい、和樹さんが苦しくなりましたね。これは苦しい。さあ3回戦オーラスです。オーラス親番は桜木。さあこれまで3回戦は打って変わって、まあ全体的になんですけれども、やはり予想通りですね、高打点の応酬、バチバチとした中、はい、はい、女の意地と意地とのぶつかり合いといったところでしょうか、熱戦が繰り広げられています、往来戦。さあ、ベスト8、B 卓、3回戦、オーラスです、ドラはパーワン、こちらは花宮、現在、ポイント、得点は3万6700点、もちろん2着目。木下が満願ツモで着アップ。花宮も桜木との差は満願ツモでいけますね。ここ
高密で仕掛けてきましたね、はい、仕掛けてきましたね。木下、木下はドラドラですし、これいけますね。なんならバイマンは届かないか。あ、届くか。どうなんだろう。羽根つもだと2着まで。ん、あ、届くか、親だから。うん、まあ、バイマンはちょっと、そうですね、泣いちゃうと難しいかな。オーバーですね、うん、はい。でも難しいかなっていうのを1回戦で浦さんとかでそうですねやったんで、ここから、まあ、パーマンもいっぱい持ってきて勘してみたいな感じですね。そうそうそう、バイマンは。そうそうそう、まあ、現実的ではないけど、そうですね、一応今のところ初本一ドラドラっていうのが現実的ですけど、はい、でもパーワンも他の人が持ってるから、そうですね、ちょっとやっぱ苦しいかな。そうですね。さあ、ただ激しい仕掛けは木下です。何も重なる花宮天杯です。天杯両走短期、ここはウーマン切りとします。押してきましたね。はい、押してきましたね。いや、だってね、マンガン積もられても打っても変わっちゃうんで怖いですよ ね、 そうですね。木下はまだイーシャンテン、でも連想にかなり感触はあると。ありますね、ありそうな馬強でもあります、うん、あ、ちょっと連想危ないか。連想危ない、ね、危ないですね。とりあえずローソーつもぎり、うん、連想は手の中に2枚あるので山に2枚あります。やっぱり見てるだけだとなかなか決まらないんで、うん、はい、こうやって決めに行く、はい、おー、リーチだ。あ、花宮リーチ行った。うわ、リーチだとどうかな。うわ、連想一発だ。ここは花宮リーチ一発チートイツ、6400の上がり。さあ、6400の上がりで花宮チャックアップこそしませんが、見事なリーチ判断と言ってもいいのではないでしょうか。3回戦が終了です。トップから桜木、そして2着に花宮、3着に木下、そして4着に和樹の並びで終了しています。はい、引き続き最終戦です。